今回は、誰も言及しない一作、爆発宇宙クマサンター食べ飽き口よくんの紹介だ。宇宙クマ？ああ、読んで字のごとく宇宙のクマだ。以前戦国時代の犬漫画は紹介したけど、今回はクマ漫画なのね。あっちとは方向性が全然異なるがな。てなわけでどういう内容なのか解説していくぜ。よろしく頼むわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。爆発宇宙クマサンター食べ飽き口よくんは、1992年に週刊少年ジャンプにて連載された、佐藤忠先生によるギャグ漫画で、全21話、単行本は全2巻となっている。佐藤先生はジャンプ黄金期の一角を担った燃えるお兄さんで有名だが、本作はその自作にあたる作品になるんだ。タイトルも燃えるから爆発だし、佐藤先生はそういうネーミングが好きなのかしら。タイトルつながりで言うと、連載時は爆発宇宙クマサンター食べ屋だったんだが、単行本化の際に菊池よくんが追加されているぞ。ちなみに本作の自作、ミリンダファイトは以前紹介しているから、よければ見てほしいぜ。確か終盤がいろいろあれだった記憶が、連載前の2回の読み切り版が好感触だったことで連載に至った本作。早速ストーリーを見ていこう。ある夜、東物産社長の大豪邸に飛来物が落下。落下地点に何やら熊の人形っぽいものが横たわっているのを発見し、状況確認をする社長。いや、確認方法が強い。謎の飛来物の正体は、宇宙から来た宇宙グマのタータ、本作の主人公だ。タータは自身の惑星を追放されて地球にやってきたんだ。追放？何かやらかしたのかしら？いや、学校の成績が悪すぎてシンプルに追い出されただけだぜ。成績が悪いと言っても、いくらなんでも大げさじゃない？国語1、数学1、社会1、理科1、その他の教科すべて含めてオール1。みたいだぜ。まあ学年に一人くらいそういう子はいたわよ、多分。10年連続。きっとスロースターターなのよ。5段階評価じゃなく100段階評価だぞ。よし、追放。そんな壊滅的成績のため、他の惑星で勉学の何たるかを学ぶよう言われて地球にやってきたんだ。そして落下した東物産社長の大豪邸、ここの御曹司がもう一人の主人公、菊池よだ。彼はこの春から中学校に入る12歳なんだが、テストで一桁連発のいわゆる地球版タータだ。そんな似た者同士のタータと菊池よ、運命の出会いから一緒に暮らすことになり、ここから二人を中心にしたドタバタ劇が展開されるんだ。似た者同士だと打ち解けるのも早そうね。まあ最初は銃を突きつけて、地獄にぶち落としてやるわい。からの貼り付けバーベキューと、なかなかにハードな出会いだったがな。よく生きてたわね。さて続いては本作の魅力を紹介していこう。まず一つ目は、幅広い展開を見せてくれる点だ。中学生になる菊池よについて行き学校に現れるタータ。また貼り付けに合わないかしら？当然驚かれるも、なんだかんだ馴染んで学生ライフを送り始めるぞ。当然二人がギャグの中心ではあるんだが、学級委員や他の係を決める話では、小学校6年間学級委員を務めた梶山くんのエリートエピソードを紹介しておきながら。でもそういうの先生は好きじゃないから、挫折を味わってもらう意味も含めて委員長は田中くん。と、しれっと毒を見せる担任の坂口先生。なんでエピソード紹介したんや。他にも途中から登場する宇宙タヌキのゴンタ。タータが惑星追放されたのを知って追いかけてきた彼の幼馴染みだ。わざわざ地球まで来るとか、なんていいやつなんや。口ではいいことを言っておきながら、内心は麻薬だったりな暗黒面を持ち合わせてるがな。一番厄介なタイプやんけ。ちなみにゴンタも1年間の定額を食らっている実力者だ。こいつもヤバいやつ確定。基本は1話完結のオムニバス形式なんだが、中にはシリーズ回があったり、勢いネタからシュール系、コントや4コマがあったりと、脇キャラも含めて幅広い展開は見どころの一つだ。さて続く魅力二つ目は、時代を感じさせるエピソードがある点だ。クラスメイトの神宮寺三郎。彼は UFO キャッチャーの名人で、菊池よたちと商品ゲットをかけて勝負する話があり、そこで現物を使った一コマが登場する。我らがセガ。本作の連載時期は92年、これは UFO キャッチャーが大ブームになった90年代を象徴しているんだ。他にもバーコードバトラーも登場。これは身の回りにあるバーコードデータを数値に変換して対戦するゲームだ。どのバーコードが強いか片っ端から読み込ませたくなるやつ？その通りで、タータも菊池よのペンケースのバーコード欲しさに切り取り始めるからな。他にも週刊少年ジャンプのバーコードが強いとの噂で、みんなが押し寄せるシーンもある。
このブームは凄まじく、バーコードファイターという漫画がコロコロに連載されるまでになるぞ。まさに時代を象徴するゲーム機なのね。他にも90年代が利用者数のピークだったと言われるテレホンカードも登場。そもそも公衆電話自体も見かけなくなったものね。このようにあちらこちらに時代を感じるエピソードが盛り込まれており、今読み返すと懐かしく感じる人も多いはずだ。続く魅力3つ目は、前作を彷彿させる演出だ。とある話でこんなキャラが登場。あれ？これってもしかして、ああ、前作の彼にしか見えないんだが、その正体はまあ伏せさせていただくとして、他にもクイズ会が登場したり、臨海学校編があったりと、前作を思わせる展開が随所に見られるんだ。作品を追ってる読者からすればついにあるシーンね。こちらはタータの妹のミーシャ。10歳で大学を卒業する頭脳明晰なしっかり者、加えて礼儀正しく真面目。兄との差が激しすぎてタータの立場がねえな。このあたりはどう見ても雪絵だったりするな。ヒット作の自作として満を持して連載が始まった本作だが、結果は21週打ち切り。続いてはその理由を見ていこう。まず一つ目は、ギャグが控えめだった点だ。前作燃えるお兄さんで見せたパワーと毒っ気のあるギャグ。本作もしっかりとギャグを盛り込んでいるんだが、前作ほどのインパクトを感じない。タータは剣一ほどのパワーがない。といった意見が見られるんだ。方向性が変わったのかしら？これは例の騒動が関係しているのではないかと言われているな。前作からの読者は佐藤先生作品と聞いて、あの破天荒さを期待した人は少なくなかったはずだ。しかし本作はそういった期待値からすれば、確かに表現がマイルドになっている印象がある。ギャグ漫画としてはしっかり突っ走っており、決定的なダメ要素は見受けられないものの、やはり物足らなさが残った感は否めないんだ。ふむふむ、期待値が高いだけにスケールダウンした印象につながっちゃったのね。またさっき紹介したコント回や4コマ回、これは幅広い演出と捉えられる一方で、本筋のストーリーからはそれてしまっている。といった意見もあり、ネガティブ要因とも捉えられるんだ。確かに4コマとかだとタータと菊池代の話は進まないものね。続く打ち切り理由二つ目は、新鮮味を感じにくかった点だ。本作は基本的には1話完結なんだが、後半に臨海学校編のシリーズものが展開される。これは前作つながりでにある読者がいる一方、以前と同じ展開の繰り返し、新鮮味に欠けるといった意見もあるんだ。うむむ、悪い方に捉えられると辛いわね。他にもクイズ展開が共通だったり、ターシャの中身がまんま雪絵だったりと、既視感の連続に繋がってしまい、結果的に新鮮味が感じられなかったと考えられるぞ。さて続く打ち切り理由3つ目は、キャラが使い捨てになってしまった点だ。タータを追って地球にやってきた宇宙タヌキのゴンタ。登場時はウルトラセブンよろしくなコスプレにカプセル怪獣を出すなど、インパクトを与えた彼。豪邸に居候するタータと違い、新聞紙にくるまり瓦で寝る生活を送り、主食はパン屋の廃棄するパンくずだ。タヌキに厳しい世界線やな。この極貧状態は金持ちボンボンの菊池よと対になる面白い設定だと感じていたんだが、徐々に空気感が増していき、後半のシリーズものには一切登場しなくなってしまう。聞いた感じ面白いキャラなのにもったいないわね。また変装が得意という設定も登場時に出たくらいで、その後はほぼ生かされずと扱いが残念なんだ。個人的には彼をもう少し活躍させて欲しかったと感じたな。その他の理由としては、同時期連載陣に押し負けた点だ。同時期に連載されていたギャグ系、ドタバタ系渡るルートくん、モンモンモン、こち亀、ターちゃんあたりだな。ターちゃんはバトル路線になっていたが、ギャグ要素も散りばめられていたからな。どれも年単位で連載されてた作品ね。ジャンルが被ったこれらの作品の中でアンケートを獲得するのは、ハードモードだったと考えられるぞ。ギャグのインパクトが欠けた点や、新鮮味を感じなかった点。これらに加えて前作の知名度の陰に隠れる形となり、記憶に残らない作品になってしまった本作。このすぐ後にミリンダファイトを連載するも2作品連続で打ち切り、その後は月刊少年ジャンプに移り、95年から連載されたメダカの王国で見事復活。全6巻にわたる先生のギャグが詰め込まれてるぞ。2連続打ち切りから復活はすごいわ。以前紹介した徳弘先生もそのパターンだったし、連載し問題もありそうね。ただ現在は活動情報がなく、事実上の引退と噂されているんだ。そうだったのね、引退と聞くとなんだか寂しいわ。まあ事実上だから、いつか復活してくれる日が来るかもしれないぞ。爆発宇宙クマさんタータベア菊池代くんを知ってる、
気になったって人はぜひコメントしてほしいぜ。みんなが考える魅力や打ち切り理由、好きな話などなど、何でも教えてほしいわ。最後までご視聴、ありがとうございました。